い、こんにちは。速稼塾の久保です。今回ね、これですよね。独自コロナ手当6万円支給へって書いてますよね。国任せにせずに全社員にと書いてます。これは JSS というね、まあ航空機関連の会社なんでしょうけども、よく知りません。ただこういうふうなね、一法人がもう国の施策なんて当てにならないと、国の支給制度なんて当てにならないと。だって1万か2万を払うのですら渋ってるわけじゃないですか。もううちは全社員にお前6万円あげるよと、正規非正規関係ない、みんな6万円持ってけよみたいな感じでコロナ手当を支給してるんですよ。このスピード感どうですかね。まあね、一企業がこんなことやってて、その企業を束ねる、国民を束ねる政府が1万円2万円をね、出し渋ったりとか、牛肉券とか考えてるとかね、この旅行に行かないようにしてください、不要不急の外出控えてくださいっていうのに旅行券を出すとかね、それから支給は5月末になるとかいう、なんかトンチンカンな人ばっかり集まってるんですよ。一体ね、何を話し合ってるんですか。そしてどういう人を私たち国民は選んでしまったんでしょうか。本当に自分で自分の首を絞めるとは、このことですよ。ね、そういう意味でも、この企業がですね、自分たちの社員を本当に考えてくれて、自分たちの会社の従業員のことを宝と思ってね、財産だと思って大切にしてくれる。確かに6万円ってのは、そんなに十分な額じゃないと思いますけども、ね、生活を支えるような金額にはならないと思いますけども、こういうふうなね、すぐに払うっていうところの安心感が、よし、この会社についていこう。絶対にこの苦しい時期をお互いに少しずつ出し合って耐えていこう。挽回していこうっていうふうな力になると思うんですよ。何なんですかね、もうね、文句しか出ないですよ。もう皆さんもね、どうですかね、うん、私はね、自分の会社経営してて、自分の社員に6万円の支給ってのはとてもできないです。っていうよりも社員がいないんですよね。誰もいないんですよ。私一人でやってますんで。まあですけど、こういう苦しい時にね、社員がいたら、少なくともね、6万円は難しいかもしれませんけども、まあ一時金なりね、それから休業手当をつけたまんま、有給休暇を独自の会社の裁量で、今日は店は経営しないけども、皆さん家でね、黙っててくれと、おとなしくしていこうねと、給料を減らすってことはしないから、まあ大丈夫だよと、2、3日そういうふうな体制取ってさ、リフレッシュしようと。こういう機会だからインターネットでいろんな情報を調べて、別の活動を模索していこう。もしくは、転職活動をみんなでしていっていいよ、みたいな感じでね。もっと柔らかくやっていこうと思いますけども。まあ、でもね、話戻りますけども、一企業がですよ、6万円支給ズバッとやるのに、なんでね、国がね、お金をする権利を持ってる国が、何をやってるんだと思いませんか、皆さん。いや、本当にね、JSS でしょ？大したもんですよね。まあここにはね、経費の圧縮みたいなこともあるのかもしれませんけども、どっちにしても6万円をいきなりね、もらえる、ボーナスでもないのにもらえる、もうこういう時期に本当に温かいニュースだなと思います。ちょっとね、見習ってほしいですよね。予算委員会もね、お金出してください、財務省みんなに、バシッと出してくださいよ。もう6万円以上は出してくださいよ。ということで今回の動画終わります。